はい、カーブミラーに映っている阿部の生命です。ここね、八瀬尾根峠、まあそういった峠なんですけどね、まあ榛名湖、まあ左ね、まあ向こうから来ました。まあここからね、少し歩くんですよ。まあ歩かなくてもいいんですよ、車でもね。ちょっとアルト君はここでお留守番です。そうだな、30分あれば着くかな。現在時刻は11時5分。ああ、緑だね。ここはもうね、榛名山の中腹というか、もう上の方になってるんで涼しいんですよ。下界と違って、まあ湿度が低いんだね。これ緩やかなね、下り坂になってます。まあ帰りは上り坂です。まあ普通にね、車でも行けるんですけど、まあ歩って筋力トレーニングしないとまずいかなと。まあそんな感じです。御間谷風穴。まあそちら方向なんですけどね。なかなか、まあ、はい。これだと上りになってるのが分かりますか。まあ、向こうから来てんで今下ってきたんですけど、そこでねカーブになってねまたその下を歩いていくんですよ。ここにさ階段作ってもらえないですかね、階段。そしてまたまあこう向こうへ行くんですけどね、なかなか大変でしょう。あ、でもやっぱり涼しいね。ああ、緑は目に優しいからね。ここね、下ってるからこうやって普通に歩けるけどね、逆に上りになるとね、休み休みになります。あ、綺麗だね。こんな綺麗な花があるんだね。これもアジサイの一種なのかな。そちら方向から下ってきました。まあここにはね、まあ二つ目のカーブなんですけど、まあ緑は大切。空気中の酸素は植物の緑によって作られています。一人一日に必要な空気の量は約10立方メートルで、4畳半の部屋一つ分ぐらいですが、吐き出す炭酸ガスを酸素に変えるには、森林で約30平方メートルの広さが必要とされています。このように緑は私たちの命にとって欠くことのできない資源です。まあ30平米の、まあ、広さって、まあ、相当の広さですよね。まあ3メートルかける、まあ、10メートル。まあそのぐらいの広さが必要なんですね。そこに、まあね、樹木がなくちゃいけないからね。そして、
今進行方向は、まあそちらですね。もうここまで来ればね、すぐです。まあ30分って言ったけど、そんなにかからないね。はい、そちらから。ああ、ここにも綺麗な花が咲いてますね。へえ。まあ背が高くなりますね、この木は。こんな感じの花。綺麗だね。進行方向はそちら。もうそろそろですからね。はい、どうにかね、駐車場まで着きました。そうだね、区画は1、2、3、4台分ぐらいだけど、まあ、軽自動車だったら5台分ぐらい置けるかな。伊香保森林公園案内図。まあ、御間谷風穴。こんな感じになってんだね。あ、熊の目撃情報あり。ゴミを出すのは人間だけです。群馬テレビの2つだけ送信所。これは険しい。わあ、あ、ホタル袋。これは綺麗だね。あれ、リスなんですけど、わかりますかね？ね、ほっぺたが動いてる。かわいいね。やっぱり涼しいんだね。俺、近づくとね、どっか逃げちゃうんですよ。うっすらとね、周りにね、まあミスト、霧がね漂ってるの分かりますか？はい、御間谷風穴。ここは榛名カルデラ火山の奇跡的火山の爆裂口であり、太古に凄まじく火を吹いた火山壁を相馬山の断崖に忍ぶことができます。この穴は火山の隆起と冷却の過程において山が砕け、山も砕けて、山全体に隙間ができたものです。古くは隆起を吹き出す穴であったものが、いつの頃からか年間気温の変わらない風が吹き出すようになり、夏にはこの冷気が霧のようになびくこともあります。このため、この標高では見られない高山植物も多く、貴重な植物相となっています。そうですね。まあ、ここにね、霧のようになびくこともありってありますけど、まあ確かになびいてます。映りますかね？十分映りますよね。もう霧が左から右へ。どうでしょう、映ってますかね？もうね、ここの時点で涼しいんです。いやあ、これはいいね。いや、私がフレームインしましょうか。こんな入れたちです。涼しい。涼しい。
ああ。これはいい。よいしょ。ああ、涼しい。はい、ここの開口部風穴が一番涼しいです。ああ、これね、レンズが冷えるとね、暖かいところに行くとまた曇っちゃうんだよね。ああ、涼しい。いやー、これはいいね。体の芯から冷えるっていう表現ちょっとあれだけど、本当に涼しい。こんな可愛い。なんかミストわかりますかね。もわーっと感じで。こちら側から向こう側へ流れてるんですけどね。リス君がいたのはそっちですけど、もういなくなっちゃったかな。涼しい。まあ、これは皆さんに届けたいです、涼しさですね。またエアコンの涼しさとは別だね。自然の涼しさだからね。これさっきのリス君ですよね。あ、日が当たるところがあったかいんだね。かわいいね。やっぱり昆虫とか、まあ幼虫とか、そういったものをいただいてるんでしょうかね。まあメインは好みだと思うけどね。あ、お客さんが来ましたね。今ね、野生のリスさんがいますよ。あ、こっち向いた。わかりますか？あの石の上。かわいいですよ。光が当たってるとこ、締まりすぎですね。かわいい。
最初はね、そこにいたんだけどね、私が来ちゃったから向こうへ逃げちゃった。でも光の当たるいいところに。うん。かわいい。写真撮ろう。携帯持ってきてみようかな。あった。キャンディス。何やってんの。まあ、ここの風穴が一番大きくて涼しいですよ。ここからもうずっと離れたくなくなりますからね。ああすごい涼しいね。この前荒船風穴行ってきたんですよ。そうですか。そこもすごいですよね。もう毎日暑いから。それじゃあ気をつけて。よいしょ、よいしょ。続々とやってきますね。はい、もう帰り道の途中です。この登り分かりますか？もうあと一直線なんで、いやー大変だ。あとね、蚊とかね、ブヨ、まあそういうのいますからね。虫除けスプレーつけましょう。頑張りましょう。はい。まあ休み休み登ってきました。あー大変だった。あ、アルト君いましたね。アルト君、ただいま。ご視聴ありがとうございました。大変だったね。